こんにちは、ソックニッターのまゆみです。今日は2目細編みから色を変えてメリヤス編みに移るところを撮影したいと思います。ちょっと前なんですが、コメントで履き口から編んでいくときに色を変えるとき、この2目細編みから見えやすになるときにここに穴が開いてしまうということだったので、ちょっと穴が開かないかどうか、ちょっと私はいつもつま先から編んでるのですが、つま先から編んでて色を変える方法でやってみたいと思います。2目細編みできたんですが、その後また同じ糸でメリヤス編みを一周します。それをしないと、この糸を変えた、この糸がなんか裏編みのところがちょっと見えてきちゃうので、ただちょっと編んでいくだけなのですが、裏編みが私の編み方だとちょっと右側が後ろになっているので、もうループが普通こうのところがこうなっているので、こんな風に拾います。表は普通なので、表はこっちからだけど、裏はこの奥の方を拾うようにします。で、一周やってみます。こちらの方はメリヤス編みで編んでみました。で、こちらはまだなんですが、ちょっとこの違いが分かればいいなと思って写してみます。ちょっと平らになって、こうここの部分がこう U の字になっていて、でここから色を変えると綺麗に着そうな感じです。1段メリヤス編みをしてきました。で、こっちの糸に変えたいと思います。7センチぐらい残して切ります。そして新しい糸で編んでいきますが、私は糸始末をしながら編んでいくやり方をしています。古い糸は人差し指、左手の人差し指と中指の間、あと薬指も下でこんな、薬指もの下でこんな感じで押さえてて、で新しい糸の方はもう7センチくらい残して人差し指の下にセットします。そして古い糸の下に通して編んで、次は通さないで編んでというのを繰り返して編んでいます。この糸端が短くなっていって1センチぐらいになったら残しておいて、最後の最後、全部編み終わってから少し引っ張って切っています。10目ぐらいは編んでから切っています。もう10目は過ぎてるのでここで終わりにします。こっちの方も裏で糸始末をします。こんな感じで編んでいます。何段か編んで、ここがどんな風になるかお見せしたいと思います。オレンジに変えてから一周ほぼ一周終わってきて、こちらの糸始末も一応取っておきたいと思います。糸始末を2本一気に表の時にしてしまってもいいと思うんですが、なんか熱くなってしまうし、ちょっと大変な時は
最初の頃はここ2本一気にやってたんですが、赤い糸端がこっちにあってオレンジがこっちにある方が糸の流れとしてはいいかなと思って、こっちはこっちでしています。大変だったら2本一気にしても大丈夫だと思いますが、オレンジがこうこうなっちゃうことになるので、ということでした。簡単にして編んでいった方がいいと思います。でこの糸13目ぐらい残りあるので、この糸の端っこをまず上からかけてこっち側にしておきます。すいません、ズームします。で人差し指と中指とかで押さえておいて、まずは1目編みます。この時にこっちの糸端の糸を持ってこないように気をつけてください。でここでもう止まってるので、ここからは楽で普通に編む。でこうして下からこう拾って、こっちじゃなくてこっちの方も輪になっている方をこう一緒に編む。普通に編む、輪になっている方と一緒に編む、という風にしていきます。でここが緩くなってしまっても糸端の方をこっちをピッて引っ張るといいですし、きつくなっていったらこの輪の方を引っ張ると編めると思います。いつも適当に大体でやっていますが、何か失敗する場面があったらまたお知らせしたいと思います。ここが難しいとかあったらコメントでおっしゃっていただけたら、こんな風に動画にしたいと思います。何段か編んでいくって言っちゃったんですけれども、この後エストニアスパイラルをするのでちょっと違うと思うので、このメリヤス編みをして、次の段でメリヤス編みのした状態でこんな風に穴が開かないというところで終わりにしたいと思います。エストニアスパイラルするとやっぱ掛け目をするところがちょっと穴っぽくなるんじゃないかなと。こんな感じでここの部分ですね、ここの部分。でもまずメリヤス編みだったら一旦同じ色で編んで、で次の色に移ると穴が開かないと思います。もし履き口から編まれる方は試してみてください。こんな風にコメントから動画を作ることもできて、おかげさまで、たくさん YouTube を上げることができます。なので、こんな風にコメントいただけたらとても嬉しいです。今日は履き口から編むときに穴が開かない方法でした。最後まで聞いてくださりありがとうございました。